こんにちは今回はですね福山市駅屋にあるちょっと小さなねポツンと1店舗みたいなスーパーを紹介したいと思いますえチューリップ移行スーパーというとこですね地図がここに書いてますえ動物園の近くなんですけどもすいません動物園が同じ画面の方には映ってませんけどほんとここからね5分10分のとこですまあ地域でいうと福山市駅屋町大橋というところになりますね でこのスーパーね今までも何度も通り過ぎていたんですけどもどうしてもね気になって寄ってみたくなって今回行ってみたんですよで下の方にねこういう風に説明が出てますチューリップイコースーパーね、うん、なるほどね真心で運営しているグループホームこれちょっと関係ないですねすいませんでえーと地図上ではちょっとあっちこっち行きましたんでちょっと右の方見ていただきたいんですけどもえーとね電話番号もありますね、えー、で 写真をまあクローズアップしてみましょうか。こんな感じです。はい。で、自動販売機があって、福山のイコーばあちゃんの味。なんかよくわかんないですけどね。独特ですよね。で、こんな感じでたずまいがあると。看板はこのような感じになってます。はい。で、これがね、ストリートビューですね。どうですかこれは閉店してる時なのかな うん、今も営業してますからね。私あの昨日行きました。2023年の12月9日の時点で営業中でございます。で、私が撮ってきた写真がこちらです。どうでしょうか。チューリップって書いてますよね。で、えっ、ー、と、何枚か撮ってきたんですけども、やっぱりバチバチ撮るのもね、感じが悪いんで、本当に控えめに何枚か撮ってきましたんで、えー、十分ではありませんけどもご覧ください。結構綺麗に管理されていて、で、衛星的にもね、ま、綺麗なんですよ。で、 店舗としては非常に使いやすい形に、うん、リサイズされてますね。まあ、ここもね、大流行りしたんでしょうね。はい、こんな感じで、外観を撮るのは撮れたんですけども、朝9時から夜8時までというね、昔ながらのスーパーを感じさせます。地域にはものすごく求められてると思いますよ。で、3匹の小豚のイラストね、これ近くの、あの、住民の方が描かれたんですかね、地域の方が。あったかさを感じるじゃないですか。で 見えにくいんですけども、クリスマスのチラシもちゃんとついてます。ポップっていうんですかね。左側の方に。はい。で、あ、クリスマスのポップね、見えやすいですね。で、えー、狼が3匹の小豚を狙ってるよって感じで、下の方にはジュースがきれいに並んでいます。うん。きちんと前出しされていて乱れてないでしょはい。えー、こんな感じでね、えっ、ー、と、前1段って感じで、奥行き陳列はしてないんですけども、まあでも必要なものちゃんと揃ってるかなっていうところですね。 まあ場合によってはなんかね、取り置きもしてるみたいで、下の方に前川様ってるのが見えますね。ローカルでいいですね、こういうのはね。うん、まあコンビニ前線の時代にこういったスーパーも、うん、昭和の流れを残して必要なんじゃないかなと思います。ね、チーズとかの陳列も本当に前一段陳列で非常にロスが出ないように、それでいて品数、種類、アイテム、SKU、うん、必要な分だけきちんと管理されてると思うんですよ。だからこういう風にね、 綺麗にまとめられていると、やっぱり大事にしたくなりますよね。うん。とってもいいと思います。お菓子のコーナーとかもあったんですけども、ちょっとね、あの、本当に、あの、あちこちバチバチとるのも感じが悪いんで、本当にちょっとだけ取らせてもらったんですよ。はい。生魚もありますし、お肉もありますし、惣菜もありますし、お弁当もありました。はい。で、私はね、ちょっとこう、そうめんを買って <laughs>、まあ、いつか食べようかなって感じで持って帰ってきたんですけどもね、はいまあ。とってもいいスーパーだったと思います。昭和40年代生まれの皆様には、ぜひ一度、 立ち寄っていいいたただきたいかなと思いますそしてね福山動物園に行く際はあのコンビニもいいんですよ確かにコンビニもねでもこういった地域のスーパーちょっとね利用させてもらいましょうそして地域のことをスタッフさんとお話しされるととってもいいお,み、ね、お土産になると思いますそれでは